おはようございます。おはようございます。あ、皆さんおはようございます。あ、おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。久しぶりの4人が揃いました。はい、今日はどこ行くんでしょうか。今日は久しぶりに、久しぶりじゃないですか、朝探りに行きましたけど。今からまあ昼ご飯、カレーを食べに行こうっていう話で、美味しかったら井上くんが踊るっていうじゃあ設定で、はい、いいですか。それで評価をちょっと出していきたいな。どうしようか。今日井上さんの幸せ度が10に達したら、うん、そのために踊ってもらっていいですか。ああ、分かった分かった。くねくねダンス。ちょっと申し訳ない。スティックダンスじゃなくて。どっちでも同じな。もう歩きすぎて足が棒のようです。から棒じゃないですか。なんかバザーみたいな。バザーか。すごい。日曜多いですよね。ね。今日日曜日やからね。結構人多い。天気だけ。うん。雨が降る可能性もあるんで。あやちゃんがもう来週ぐらいには東京に卒業おめでとうございます。あ、おめでとう。そうだった、学校卒業おめでとうございます。おめでとうございます。もう今フリーター、自由な時間ってことでしょ。社会人の仕事で頑張って、こう当たり前のように5人で会うこと多かったけど、なかなかできなくなるよね。そうだね、東京で会いましょう。今日はじゃあプチ卒業旅行みたいな感じで楽しみましょう。これのいいところを教えてください。手軽にも作って大きさなので、いつでもどこでも作ってもらって。声がちっちゃい。気持ちで。おいしい？おいしいです。幸せって感じだね。はい、おいしいです。せーの。かわいい。お、落ちてたやつ。落ちてたやつ。色がいい。オッケー。よし。デザートいいね。いいですね。デザート行こうかな。
どう？なんかあんこがザラザラしてて、うん、ザラザラ食感がなんか普通のあんこと違ってめっちゃ美味しいです。結構 大きいよね。なんかこう何やろこれって感じ。美味しいです。どう？チーズケーキ。チーズケーキもめっちゃ滑らかで、うん、なんかキャラメルでコクが、うん、あキャラメルでコクがあって分かりやすい。美味しいです。ね、これも美味しい。ビーアンビシャス。おー冒険者よ。よ？ん？ オーケー。 よ？ よ？ よろれいひ。あ、へー。広いね。あ、これ和紙でできてるんですか？で、この、これとこれと一緒だから。へぇー。あ、これ和紙なんだ。ありがとうございました。めちゃくちゃ良かった。すごい、ここめっちゃ好き。面白い、うん、夢できた。頑張ろう。まさかの雨やね。結構土砂降りでね。ちょっと考えよう。ちょっと作戦を練り直します。公開してないんですけど、あ、うちのサンプルのやつやね。23エラブコレクションのパンツ、うんうん、今日は履いてきました。めっちゃいいやつ。ウールだけど、はい、洗濯そのまま入れれるってやつ。いい色です。いい色。私も大好きなイージーケアイージーケア。腕めっちゃいい色だね。うん、そう、しかもチクチク感もあんまりないですし、うんうん、なんかすごく動きやすい。そうだね、はい。で、井上くんはもうシンプルに全締めで、今日は全締めの気分だった。スプリングコートみたいな感じでやってますね。で、あやちゃんがそれあれよね、ワンピは作ったやつよね。 作ったやつ。ありがとう、来てくれとらす。あ、で、スカートも、スカートはそうやね、ナイロンも、うんうん、同じ生地のセットアップ、はい。これ、あの、雨降るってことだったんで、うん、ちょっと、はすいとこのある、ああ、そうね、靴選んできました。水を弾くやつねです。そうですね、ね、東京に行ってどういうことをするんですか？東京に行って、うん、一人暮らしして、うん、は言わなくていいか。東京に行って、うん、お花屋さんで、うんうんうん、働いてます。お花の道に、はい、これから、はい、お花買いに来てください。お花屋さん、あやちゃんのまたいろいろ報告は SNS とかで見れる。そうですね。それで応援してますね。応援してます。東京のポップアップとかでいらっしゃると思うので、うんうん、連絡します。その時は画面がバレてるね。あやちゃんは高校生の時から知ってるから、父親心で
これからも応援してます。 ありがとうございます。すごい楽しい時間でした今回も。なんか頑張ってください。井上くんのイケメンプレゼント。